次は名古屋は9月10日国際会議場。俺はよ、デスマッチに命かけてんだ。てめえに勝って路地裏のヒーローになって俺が大日本の頭になってやるや。綺麗な試合にはならないんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっとドロッとしたようなタイトルマッチになるかなと。滑稽だぜ何でもありだからデスマッチは。まっすぐやってるのはチャンピオンじゃねえから、勝つのがチャンピオンだから。今の俺は下向かねえんだもんね。名古屋国際俺が絶対このベルト守るからもうね、どんな手使ってこいもんね。俺はもうな、後がねえんだよ。いつ僕返しだか分かんねえよ体が。だからよ、一発で取って俺は意識変えてんだよ。俺もこのベルト取るまでに散々負けてきてやっと掴んだベルトなんだよ。このベルトと一緒に大日本の先頭に立って走っていかなきゃいけないんだ。絶対あんたにこのベルトは渡さねえ。